ラジオエジです。えー、5月6日金曜日、えー、時刻23時57分を回りました。金曜日中のスタートギリギリですが、ラジオエジの夜トレイヒえー、投資系 YouTuber のラジオエジです。元プロの投資顧問。<laughs> ラジオエジが。これそろそろね、このセリフ変えようと思ってるんですけどね。えー、この動画はあ雑談と投資相談です。 一日六本の動画の最後の動画ですね。他の動画と違ってちょっと砕けた雰囲気で、えー、お話し,します。投資についてのご質問、ご相談はこちらにお寄せください。この夜トレでお答えしておりますのでね。はい。ということで今日も、お銘柄相談はなかったかなあ、でも、えー、投資の相談、そして、えー、投資に関係ない雑談からね、えー、人生相談、恋愛相談的な 恋愛の話題も今日は入っておりますが、そんなところを見ていきたいと思っております。はい。えー、ということで、今日のテーマですが、まず忘れないうちに、だだ、評価損1200万円。評価損1200万円という前の話ですね。あれは、今すぐ損切りでしょう。評価損1200万円なんて、今すぐ損切りでしょう。ガーン っていう,うーメールが来ているのでね、それを紹介して、えー、お話ししていこうかなと思っているんですけどね。はい、エコもいいですよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、<laughs> えー、まあね、今、あのドル円がね、めちゃめちゃ上がっていて、それで、まあ結構僕のところにもね、悲惨なメールが来ますよ。で、自分も悲惨なんですけど、 もうどうしようもないみたいなね、メール来ます。そのうちの一つが、この間、あの、来てました。1200万円のマイナスってやつですね。えー、それに対して僕はまあ、えー、部分損切りをしたり、えー、まあして、えー、上がってきたらまたさらに売れるみたいに準備をしとくといいみたいなことを言ってたんじゃないですか。で、それに対してね、そんな悠長なことを言っている暇はない。<laughs> もう、 切るしかないでしょっていうね。えー、そんな、えー、ご意見も届いているわけなんですよね。さて、えー、今日の相場展開ちょっと見ていきましょうかね。えー、ドル円の5分チャートですけど、えー、130の、えー、40、えー、下が130 20から上が60ぐらいまで結構大きく動いてんだよね。で、えー、もう見合っておりまして、 そんなに上にも行かないし、下にも行かなくて揉み合っております。まあ今日ね、感染動画で言いましたけど、まあこの後はね、130円挟んでずっとしばらく揉み合うと思うんですよね。で、えー、まああの結構誤解というかね、されてる部分があって、 これからどん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 日米の金利差を開いていくっていう、あの誤解っていうのがあるんですけどもちろん、えっと FOMC ごとに0.5、0.5上げていくんで、えー、その度に金利差を開いていくんですけど日本が金利上げないからね。でも、FOMC の時って、えー、別に金利が上がったんだけど、そんなに、えー、ドル円上がってない。ここ FOMC のとこなんでね。上がってなくてむしろ下がったんですよ。 上がってなくてむしろ下がったんですよ、ドル円はね。これ金利上がったんでしょ、これ。0.5上がったんですけど、その後にドル円下がってるんですよ。これなんでやねん <laughs> なんでやねんって言うと、要するに相場っていうのは、えー、事前に折り込むのね。で、折り込んでるから、で、その後の、まあ、先々が、えー、どんどん金利が上がっていくんだったら買うけど、そうじゃなかったら、えー 下がる。売るっていうことになるわけですよ。その後も、まあ、ちょっとね、その後ちょっと上がったけど、上がったけど、上がったけど、まあ、そんなに上がってないわけよ。で、要するに0.5上がりましたっていうほどには上がってなくって、えー、日足を見るとね、こんな感じで横ばいしてるわけですよね。で、むしろ最近上がったのは黒田さんが円安関係ねえって言って、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえって黒田さんが言った。 その時一番上がったんだよね。で、その方向感的に、えー、まあ、日本は金利上げない、絶対上げないし、円安は容認するって言ったから、その方向が出たから、ああ、っていうことは、えー、円は売りだねってことで売られたわけですね。でもその後横ばいなんだよね。だから、もう売り込んでるんでね、この後も0.5とか、次も0.5とか売り込んでるんで、えー、どん,どん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 金利が開いていくわけじゃないんですよね。 えー、なので、金利がどんどん開いていく感を、まあみんな持ってるんですけど、そうではないので、まあ横ばう可能性が高い。もう終わってるんだよね。折り込みがね。と思うんですけど、僕はね。で、ねえー、まあ横ばいが来るんじゃないかと思います。で、何か大きな、えー、アメリカの利上げがね、さらに、えー、大幅になるんじゃないかみたいな、 え、ものがあれば上がるけど、まあ、だから次の CPI がね、11日の CPI が一番大きな、この後ね、インパクトが出てくるんですけど、それまでは多分横ばいですよ。で、え、130の下に入ってくることもあるでしょうし、上で動くこともあるでしょうし、そんなに上下変動大きくなく横ばうと僕は予想してるんですよね。だけど、 まあ、皆さん、こう、売ってる人とかが特に心配していて、どん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 上がっていっちゃうんじゃないかって心配してる人もいるけど、まあ、それ、なってもおかしくないでしょなってもおかしくないけど、多分、そんなにもう上がることはないんじゃないかと思っているんですけどね。何かない限りはね。で、これがドル円ですけどね。そして、えっ、ー、と、アメリカの、これ、ナスですけどね。 今日また下がって、えっ、ー、と、今一旦ちょっと調子、えっ、ー、と、えー、上がり気味になったんですけど、まだこんな感じで、安いところでウロウロしてるんだよね。これナス。で、ダウはこんな感じ。ダウもね、だから下がったところは買っていいって言ってたんですけど、まあもうだから、安いところで買った人はもう上がってると思うんですけど、なかなか勇気がいるんだよね。どうしてもこの、本当に上がるのかよっていうね、不安になっちゃうんだよね。 だから、トレードって、すごい精神面って大きくて、で、不安になってもいいことは何もないんですよ。で、今日もね、この、えー、最初のこの、ね、タイトル、1200万の損とかなった時に、いろんな対処法があるんだけど、ここで冷静になって対処していかないといけないって僕はいつも思うんですよね。 ね、今も、ダウはちょっと上がってます。だから今日もアメリカ株の動画でもね、日本株の動画でもダウは下がったら買いだーって言ってたんですけど、怖いけど買いだーって言ったんですけどね。で、下がったところで買えば、もう結構ね、400から800ぐらい、400ドルぐらい上がって、もうとにかくね、乱高下が荒いから、本当に怖いけど、まあ安いところを一生懸命ね、狙って買っていけば、まあチャート見ディ分かるじゃないですか、こういうとこ安いって。 マイナスに接近したとかね。こういうところで買っていけば大体大丈夫なんで。えー、で、短期でね、手しまえば一番安心、安全です。えー、持ちすぎると良くないんでね。短期でちょっと利が乗ればもう売って終わりっていうのが一番いいと思うんだよね。そんな感じの、でもすごい難しいし、すごい怖い相場展開なんだよね。で、特にまあドル円なんかで売ってる人僕もそうですけど、これ以上上がったらもう、もうダメだっていうね。その辺まで来てるから。 えー、そういうとこで本当に大変なんじゃないかと思いますけど、まあなんだろうな、その、うーんと、そんなのはね、当たり前なんですよ。あの、相場やってる段階で、えー、もうそんなことが来るのは当たり前だから。で、えー、なんか皆さん、その、もう、儲かるに違え,違えねえ、儲かるに違えねえっていうところから始まってるからよくないんで、で、 やばいことになるにちげえねえっていう <laughs>、その感覚で入っていけば、まあ、ね、ああ、しょうがないなって思えると思うんですよね。僕なんかだからしょうがないなっていう。まあ一番だから呟く言葉としては、しょうがないね。<laughs> 上がってるわ、しょうがないねー。下がってるわ、しょうがないねーって。いつもしょうがないねっていつも呟ついてますけどね。うん、そしょうがないねーっていう感じですね。しょうがないけど、 ね、しょうがなくないけどね、しょうがないんだよ <laughs>、と思ってるんですけどね、えー。だけどまあ、それもね、僕ももう、かれこれ20年やってて、いろんな思いをしてきたから、で、初心者の頃にはしょうがないと思えなかったし、で今やっとここへ来てね、まあ、ある程度資金を分離して動かしていることもあって、まあ、しょうがないなって思えるようになったけど、でも、やっぱりなくしたくないしね、えー、大きな今も損失が、 評価損が出てるけど、まあ、それに対しては、え真剣に考えると嫌、えー、になりますよ。ド、えーンってなりますよ。<laughs> なりますよ。なりますよ。なりますけど、な、なって、そこでそのドヨーンとかね、不安みたいな感覚で、えー、まあ操作をすると大体間違うんだよね。そんなふうに思いますけどね。 はい。じゃあ皆さんのメール、今日も紹介していきましょう。今回あの、3、4、5って休みが入ったんで、結構メールがたくさん、えー、溜まってるっていうか、いう感じなので、今日は、えー、週末なんでね、1時間ぐらいかけて、えーの、70分か。<laughs> ちょっとわかんないけど、長く時間をとって、何分になるかわかんないけど、えー、皆さんの、えー、メールをね、たくさん紹介していければ、と思っております。はい。えー、ということで、やっていきましょうかね。 えまず、ワイワイさんからメールいただきました。えー、これは、投資相談ってなったけど、雑談ですね。<laughs> 雑談だけど、まあ、皆さんの役にも立つんじゃないっていう、ワイワイさんからのメールです。ラジオアイはいつも楽しくためになる動画をありがとうございます。ラジオアイ中毒、恋の難品誌、正直不動産のワイワイです。で不動産屋さんなんだよね、ワイワイさんね。 えー、ゴールデンウィーク中もなんだかんだ動画撮影されてるんですね。え、ラジオエジー中毒者としては嬉しい限りですが、少しはお体を休めてください。いや、ちょっと休んだんですよ。休んだんだけど、なんかね、休んでると雑音が入るんだよね。<laughs> 雑念が入るんだよね。で、いろいろ考えたんですけど、プログラムは一個組んで、プログラム一個書いて、毎日のあの、銘柄のファイルを作るプログラムがある。 あるんですよ。チャート力学に読み込ませる、えー、銘柄情報のファイルがあるんですけど、これ毎日作るんですけど、それを作るときに今までの処理だと8分30秒、わーって、うん、プログラムが動いてね、8分30秒待ってやっと結果が出るっていうプログラムだったのを、えー、今回ちょっと、えー、それをね、高速化を図ろうということで、お休み中にね、えー、高速プログラム書きまして、えー、それはやり方を変えたんですけど、そしたらなんと5秒 <laughs> 5秒で終わるようになって、まあ非常にね、えー、僕としては楽になりまして、えー、まあそのプログラム作るのは大変でしたけど、まあでも頭の対象になるしね、えー、まあいいんじゃないかなと思ってやってますけどね。だからプログラムってすごいこう何て言うかな、頭つかんでね。で、頭の、まあ僕なんか頭悪いから <laughs>、その回転の限界までこう、えー、考えないとプログラムってできないんですけど、 え、それをやることによってね、だから途中結構しんどいんですよ。うーわからんみたいな。で、えー、今回はね、このやり方があるはずだーとか言って調べて、で、それがなくて、で、そうか、じゃあこういうやり方しかないんだみたいな感じで、えー、新しいやり方でね、やったんですけど。まあ、それが面白い面白いんだよね。それで8分30秒かかっていた処理が5秒で終わるっていうね。 ようになりましたけど、そんなことやってて、だからね、そういうことやってた方が面白いんだよね。だから、なんかポーっとして、例えばね、えっと今回も静岡また行ってみようかなと思ったんだけど、どうもね、あのー、混んでるみたいな、えー、そしてやっぱり、えー、高速道路混んでるし、入り口入り口とか混んでるし、どうもちょっと行かない方がいいなと思って、で、えー、ね、やめまして、で、えー、家でおとなしく、 しておりました。はい。特に何もしてたわけではなく、多少、多少外に出たわけか出たけど、朝 <laughs> 月晴れだなって外を見たぐらいでえええええ。皆さんどっか行かれました僕はどこも行ってないですよ。ゴールデンウィークはむしろ出かけない方がいいんじゃないですか <laughs> 僕は思ってるんですけど。そんな感じで。体でも休めまして、すごいたくさん寝た。ゴールデンウィーク中はたくさん寝ました。 ええー、なんで、いつも4時間睡眠ぐらいでやってるんですけど、だから結構顔色は良くなってませんちょっと、映してみよう、もう一回。ほら、ふんいい、いいじゃない普段より。ね。疲れが取れてるよね。<laughs> 明らかに。多分と思うんですけど。はい。どうでしょうか。 えー、で、あと20年ぐらいは、えー、動画配信つけてください。まあ、できるかな。あとね、でもね、こう、ゴールデンウィークに休んでると、なんかね、ふとね、もう仕事辞めちゃおうかな。もう仕事辞めちゃおうかなって思っちゃうんでね。仕事っていうかこの、もう動画辞めちゃおうかなって思っちゃうね。<laughs> なんかね、僕って極端で、やってる時って、ガーってやるんだけど、やらなくなったら、 もう何にもやりたくなくなるところがあって、えー、ポエーってなる可能性があるんだよね。前2018年に一回やったんだけど、まあ面白くなかったんで、えー、今こうやってやってるんですけどね。その時はちょうど2018年の時は、えー、っと、仮想通貨のトレードやってて、それの残骸っていうかね、それで評価損が4桁万円ずーっとあった。4桁万円の評価損がずーっとあった。 で、その中で、まあ、えー、引退実験みたいなことでやったんですけど、面白くなかったでしょ。その、だから、自分活動してれば、それ気が紛れるわけよ。だけど、活動してないと、4桁前の評価損がずーっとあるわけだから、それがずーっとのしかかるわけよ。これで、ドシーンって思うよね。で、活動してれば多少、例えば、こうやってやってれば、YouTube の収入とかも入ってくるから、 ねえー、っと、評価損があっても、でも YouTube の収入も入ってくるからなっていう、ちょっと気休めになるじゃない、ね。まあ、え気休め程度なんだけどね。<laughs> 今も。まあだから、そういう意味でね、僕は、やれればやりたいけど、時々ね、あの、ヒュッと、こうやりたくなくなっちゃって、ヒュッってこう、何にもやりたくねえってなっちゃうんですよ。だから、20年どうかわかんないんでね。だってこれ、 僕の場合は、まあ、自由でやってるわ自由意志でやってるわけですよ。で、えー、別にどうしてもやら,やらなくちゃいけないことはないんですよね。だけど、自由意志でやってるんで、だから、ふとね、やってた方が楽しいからやってるんですよね。端的に言えば。あと、やっぱり、音楽作りたいなとかなっちゃうかもしれないし、何かね、ちょっとよく、自分でもよくわからないんで、あんまりね、しっかりお約束はできないんですけどね、バイバイさん。はい。ありがとうございます。ご心配いただきまして。 えー、さて、先日取り上げていただいた恋の難品。詳しく、こんな感じでしたということで <laughs>。恋の難品。ね。そういえば、メタロウさんから見る来ないんだよね <laughs>。どうだったんだろうね <laughs>。ねえ。と思うんだけどね。出会った時の彼女、現妻は元彼のことが好きでした。うん、そうか。この状態は上から 200MA、75MA。 15MA、5MA で、右肩下がりの誰がどう見ても分かりやすい下落トレンドではない,で,はないでしょうか、うん。ね、でもその、僕思うんだけど、その、ね、自分の好きな女性が誰かのことを、まあ、あ明確に好きだっていう時に、その彼女に対してこう、諦めの気持ちの方が先に立つんじゃないかなと思うんだけど、そこで諦めなかったっていうところが僕はワイワイさんはね、すごいなと思うし、 うんそれだけやっぱり、まあ一般的に言えば縁があったんでしょうねっていうことになるのかな。で、えー、この銘柄、彼女を見つけた時はまだグロス市場でしたが <laughs>。元彼の相談もされ、要するにこれあれだよね。彼女が元彼に多分振られたんですかね。あれはうまくいかなくなってたわけだ。でそこでその元彼との、えー、間を、えー、相談を受ける役がワイ,ワイさんだったと。 いうことですね。で、それでは、相談を受けながら同じ時間を過ごす中で気がつけばプライム市場の売買代金トップンティに入るくらいの銘柄に成長していまして、えー、私のチャート力学ではそうなってましたっていうことです。面白いね。ね、だから、最初はだから、ね、えー、まあ、 そんなに、ワイワイさんも意識してなかったんだけど、その元レの相談を受ける中で、なんかこの人いいなーっていう思いが募っていったわけですね。ネガサ株でしたよね <laughs>。ネガサ株でしたの、ね、でどういうことなんですかね。あの、要するに、なかなか高値の花だったんでしょうね。だから、多分、まあ、美人さんで、えー、どういう感じですか。美人さんで、スタイルも良くて、ね。 えー、みんながこう、ね、えー、いいね、いいなって思うような方だったんでしょう。そう簡単に手出しできませんでしたが、やはり気になり出したらどうしても欲しくなるものです。それなりの準備をし、シチュエーションを練って、私が考える最高のタイミングで勇気を持って告白しました。僕と、ぼ、ぼ、僕と、僕と付き合ってくれ <laughs> って言ったんだよね。 付き合ってもらえないかなって言ったら、えー、ところが、激鎮。ヒューってない <laughs> ヒューってないヒ,ヒューって前あったんだけどな。えー、ね。ヒュー。とか、ビューイーンってあったけど、これじゃないね。<laughs> 激鎮だったっていうことで。まあだから、こんな感じ。えー、買った瞬間にまさかの下落。絶対に上がると思っていたのに、っていうことでうまくいかなかったと。 今ならわかります。逆の方向に動いたときどうするかを決めておく。ラジオ屋さんからも学びました。これ大事ですからね。焦った私は狭い絵幅で難品をしていく。初詣行かないご飯行かない映画行かないショッピング行かないと誘ったわけですね。これが難品だったんですね。 言ってくれたり、言ってくれなかったりでした。まあ、でも多分この段階で、その彼女さんは、彼氏とは元彼とうまくいってなかったからで、元彼のこと好きだったけど、まあしょうがないから、<laughs> しょうがないから、えー、YY さんと、まあ、スペア、<laughs> スペア、言っちゃ悪いけど、スペア的に、ね、えー、付き合ってくれたんだね。全くノーではなかったから、まだチャンスあるんじゃないかと思い、 感情に任せて恋の難品を繰り返します。ただ、一向にトレンドは上向かない、ね。まあでもデートはできるんだけど、やっぱり、まあ、ちゃんと付き合ってはくれる感じだよね。で、苦しい時期は続きました。しかしよくわからないものです、女心とは。激鎮して何ヶ月か経った時、ふとちょっと距離を置こうと考えました。えー、世の中にはまだたくさんの銘柄があるっていう。 最悪証券口座のお金がなくなってもしょうがない。ということで、えー、一旦落ち着いたら、あら不思議。チャートを俯瞰して見れるようになったんです。なってきたんです。下落トレンドでもちゃんと乖離率や RSI が低いところで難品ができるようになってきました。まあ、要はね、えー、ただただこう、やみこもに誘うんじゃなくて、その、 勘所をこう見、見、見極めるようにな、見極められるようになったわけね。あ、今ちょっと彼女寂しい感じのタイミングじゃないかここでみたいな。クリスマスだし、元彼とうまくいってないから、ここは彼女は一人のはずだ。チャンスだ。みたいな。わ <laughs> からん。で、つかず離れず、押してダメなら弾いてみるので、今までは毎日こちらから連絡していたのを、二日に一回、三日に一回にしてみた。みたいな。 彼女からの連絡を回ってみる。他の、銘柄。<laughs> 銘柄かよ <laughs>。女性にも意識を向けてみる。そうすることで私にも余裕が生まれたんでしょうか。まあ、だから、自分に余裕がないと、やっぱりね、女性は多分、ね、引き付けることができないような。あの、ゴロンさんの、ね、メールにもあったように、そんな感じはしますよね。少しずつチャートの形が <laughs> 改善されてきたのですと。彼女からも連絡が来て、食事、お出かけのお誘いもくれるようになりました。 これ、あるじゃん。恋の会シグナルじゃん。<laughs> これ、恋の会シグナルだよね。えー、食事はお出かけのお誘いもくれるようになりました。やはり待つことはとても大事ですね。気がつけば、もうすぐでゴールデンクロスが次元する形になっており、めでたく上昇トレンドに転じていったってことですね。まあ、まず、200MA を 5MA が抜いて、えー、それから、えー、75MA を、<laughs> 5MA <laughs> 抜くみたいな、ニンテンドーみたいなね。そんな感じ。 え現在は米国株よろしく、たまに大幅調整がありつつも <laughs>、基本的には上昇トレンドを維持して、なんとかやっております。ただ、餅、え、金、ー、着さんのように、気がつけば大暴落、ロスカット寸前 <laughs>、ところにいらっしゃる方々仕事、えー、賃貸仲介でもよく見てきました。まあね、餅金着さんはね、大暴落で、まあ、ロスカットっていうことでしょうね。ね えー、小切輩い方の意見をご参考にさせていただき、暴落したとき、反対に暴騰したときのことも考えながら、人生も、しょぼたれも楽しんでいこうと思っています。えー、目指せ、人生、S&P500。まあ、ずっとこう、上り坂ってことでしょうね。S&P500。えー、もちぎんちゃくさん、勝手に登場して <laughs> すいません <laughs>。えー、そして、しょぼさらさん、不動産投資についての補足説明ありがとうございました。ものもすおっしゃられたときはドキッとしましたが、同意見とのことでよかったですと。 で、毎度ついで、中まだあのか <laughs> まだあるのかい, <laughs> のかい <laughs>、えー、毎度ついでのようで大変恐縮ですが、ご相談があります。えー、特定の銘柄ではないんですが、えー、ラジオエさんがよく動画の中で、よく材料を調べてからとおっしゃっていることがあると思いますが、決算どうだった悪材料出たそういったことを調べるのに便利なサイトや、ラジオエさんが使っているサイトがあれば、ぜひ教えていただきたいです。 もし答えづらかったら福,福岡じゃない。静岡の第二スタジオが決まったのかだけ教えてください。<laughs> これからの動画楽しみにしています。よろしくお願いします。ということでね。えー、まいまいさん、ありがとうございました。えっ、ー、と、まずあの、このね、調べてるサイトなんですけど、ごめんね。長すぎるとか言っちゃって。<laughs> ごめんね。えー、たくさん楽しいメールありがとうございました。えー、まぁ、あ、こ個人的には僕ね、長いメール好きなんですけどね。<laughs> えー、 で、これ調べるのはね、皆さんも使ってないですか僕はカブタンをよく見ますね。カブタン。ご存知ですよね。カブタン。えー、カブタン見ると結構いい情報出てますよね。え、ね。だから、まあ、ただまあなんだろうな。やっぱり、え、字情報であり、えー、まあなかなかテクニカルのことはね、やっぱり、えー、あんまり詳しくはわからないから、チャートは見れるけどね。 まあでも、やっぱりそういうのを調べなきゃいけないんで、僕はカブタンよく使ってますね。だから例えば今日も、うん、指定度が下がってたじゃないですか。で、なんでってカブタン見るよね。そうすると、エストラーダだっけなんかアメリカの、えー、化粧品会社が下がって。で、えー、まあこれ、あの、うちの、あの、GM クリックの CFD にないからね、ちょっと銘柄が、ええー、あまり、えー、あれですけど、馴染みがないんですけどね。 で、それが下がったからだとかわかるんだよね。わかんない時もあるけどね。で、カブ調べますね。で、あと、静岡の第二スタジオは僕の中でほぼ決まっておりまして、えー、えー、ちょっと最終的に今ね、え大家さんと、大家さんと、大家さんと、えー、ちょっとね、打ち合わせをして、で、僕の中では決まっておりまして、まあ、ちょっとね、お借りしようかなと思っているところなんですよね。 ね大家さんと打ち合わせをして、で、えー、どうするかちょっと考えてますけど、もう、えー、だから、6月の、えー、もう早いです。もう6月の末くらいには、えー、静岡第二スタジオデビューになるのかなーって感じになってきてますけどね。まだちょっと最終的に決定しませんし、なんかちょっと、えー、自分の中では不安みたいなものとか <laughs>、不安みたいなものとか、ちょっとあるあるんですよ。うん。 もう一息なんか、いや、何も問題ないんですよ。あの、えっ、ー、と、何も問題ないんだけど、なんか決意をね、やっぱり固める感じが、えー、ちょっとまだあって、で、えー、うん。でもやってみたいと思ってますけどね。なんで、ほぼ、ほぼ決定しました。ただまあ、結局ね、決めたら決めたで、PC 持っていって、で、PC をセットして、 で、えっと、まあ、ネット会社員がね、大丈夫かどうかとか、そ通信速度も調べて、いろいろやらなくちゃいけないことが増えるので、まあ、楽しいは楽しいんだけど、結構しんどそうなんだよね。それもあるので、えー、何往復もしていかないといけないし、僕の車軽だから、あんまりいろいろ積めないし、えー、どうしようかなと思ってて、えー、そのあたりとかね、しっかり考えて、えー、決めていくと、つもりなんですけど、 で、とりあえず、まあ短期で一応お借りして、で、えー、様子を見てみようかなと。で、えさ、ー、らにどうするか考えていくみたいな感じですね。はい。まあ僕の夢としては、静岡にアトリエが欲しいんだよね。で、えー、最終的にね。で、そのアトリエみたいな建物を建てたいんだよね。自分の思うような建物をね。 で、そこをセカンドハウス、最終的なセカンドハウスにしたいっていうのがあるので、そのための、えー、前振りじゃないけど、えー、準備みたいな感じなんですね。そんな感じで思ってますけど。はい。今ちょっとなんかね、ドル円が下がってきたんだよね。ドル円下がってきた。株はどうだえー、あ、上がってきたね。株が。えー、米国産地が上がってきたね。 まあこんな感じでもうなんか、ナスも上がってきた。あ、よかった。ナス今僕買ってて捕まってるんでね。なるべく上がってもらえ。こんなんじゃ全然ダメなんだけど。今日この辺ちょっとびっくりして、また下がんのと思ってね。ちょっと嫌だなと思ったんだけど。やっぱりね、でもそういう時に僕の場合もうね、なんでかな。あんまりドシーンとならないんですよ。まあどうせ一時的なもんだから、株価なんて。だからまあ上がる時は上がるだろうし、ダメならしょうがないし、みたいな感じで。結構割り切るんだよね。 え、ル円もね、今、高くて今日もね、高いところは130の80ぐらいも接近するぐらい、70ぐらいあったよねで。こういう時って嫌な思いが、あの、売ってる人とか出てくるんだけど、僕はまあ、あの、出てくるんだけど、嫌な思い出てきたらね、ちゃんと消しちゃうんだよ。<laughs> ある、ある時は。でみみ、見なきゃいけないでしょちゃんと見なきゃいけないけど、ここは、単に嫌な思いになるだけだと。特にこれをやるって決めてるわけじゃないし、 上がるの見てたら嫌だなって、ただ嫌だなと思ったら見ない。<laughs> 見ないですよ <laughs> そんな感じで、ね、僕はやってるんですけどね。かといって、ね、今、含み損結構でかいから、まあね、えー、悩めば悩みになりますけどね。<laughs> 正直不動産のワイワイさんありがとうございました。ね、えー、豆太郎さん聞いてますかねこんな感じだったみたいだけどね、恋の難品。ね、まあ、皆さん、ここのチャンネルは皆さん、えー、お年の方多いと思いますけど、皆さん、 えー、恋されてますか <laughs> 恋されてますかえー、それとうち寂聴先生はずっとね、えー、お年を取ってからも恋をしてなきゃダメよって言ってますね。<laughs> 恋をしてなきゃダメよって言ってますよね。えー、そういう恋する気持ちっていうのは、え、いつに、いつまでも持ち続けたいものですね。はい。<laughs> では、ね、こういう恋愛の形もあるんだね。うん。 うちはお見合いだったからな <laughs>、みたいな感じですね。はい。でもこういう、まあどうなんですかね、こういう恋愛を経て、えー、まあ結ばれたカップルと、お見合いで結ばれたカップルと、まあ、その後どうなっていくのかなっていうの興味あって、まあ友達なんかにも聞いたことあるんですけど、まあ恋愛で、まあ結ばれたカップルでも、そういう恋愛感情なんかもうね、えー、もう数年で消えちゃうって言ってましたしね。 なれば、お見合い結婚でも、恋愛結婚でも、まあ、その後が大事で、仲良くやっていけるかどうか、えー、そして、あの、ね、えその、大暴落になって、ロスカットみたいになっていってしまうかどうかっていうところ <laughs> えね、まだわからないんだよね。やっていく中でね。わからないよね。で、まあ、いろいろ見ると、まず、例えば、えっ、ー、と、普通の夫婦で、まあ、うまくいってる場合でも、まず、子供ができて、えー、そして、えー、奥さんが子供の方に意識がいって、 とところかからだ、えー、だんだんち,ょちぐはぐになっていくとかもそういうね、まずピンチがあって、それから今度は熟年夫婦になった時に、奥さんの方がなんか知らんけど、旦那さんがだんだん気持ち悪くなってく、<laughs> 旦那さんがだんだん気持ち悪くなってきて、で、もうそばに寄るのも嫌になってくるみたいな、そんな感じになっていって、それでもう、夜夜な、る触るなみたいな感じになっていって、それでもうとにかく一人になりたいみたいな感じになるケースもあるみたいでね。 それはちょっとよくわからないんだけど、そういうのもあるみたいですから、えー、いろいろまだまだね、右を曲折あってね、えー、そして、えーうん、ね、最後までわからない。まあ、あの、昔、これ話したことあると思いますけど、ギターの学校行ってる時に近くの、ね、そういう,う、いわゆる老人ホームっていうところに、えー、異門慰問演奏に行った時にね、えー、そこは、えー、今から考えたら、 どんな感じのね、えー、施設だったか分かんないんだけど、すごいこう、えー、部屋に男女のペアの、えー、表札っていうか掲げられていて、その中で、その、もう本当に80、90のお年寄りの方々が、まあ、盛んに恋愛をしているということで、えー、大変なんだって話を聞いたことがあ, <laughs> あったんですけどね。だから、まだまだ先は長いんですよね、きっとね。人間って、それでもう最後までそんな感じで生きていくんですかね。 っていうはい。わいわいさん、どうもありがとうございました。わいわいさんは、吉田よしおさん <laughs> また始まった <laughs>。よ、よ、いや、いや,いや、山田、山田洋介さん。まあいいや<笑><笑>最近、なんか当たったこれ。当たった当たってないえ、わいわいさんね。はい。え、そして今日の、うん、タイトルメールでございます。え、今日のタイトル、えー、だだ、評価損1200万円。 そんなのは今すぐ損切りだろう。評価損千二百万円です。今すぐ損切りだろう。という、このタイトルの、えー、の、の元になりましたメール50代男さんからいただきました。紹介していきましょう。ラジオさん、こんにちは。初めてメールさせていただきます。毎日動画を楽しみにしています。だけど毎日は見れません。ごめんなさい。いいっすよ、いいっす。<laughs> 見始めてまだ半年ぐらい。大丈夫、大丈夫。 皆さん大丈夫もう真面目。皆さん真面目。見なくて大丈夫。見れるわけないじゃないですか。僕、朝が起きたら一日中動画やってんですよ。ね。ただただ動画作ってるんですよ。そんなチャンネルありますか <laughs> それか、ね。無理無理。毎日も見れないし、一日6分も見れないんでね。でも、ラジ中の方はどうも一日6分見ておられるようなんだよね。無理っしょ。ね。大丈夫なんですかって、こっちが心配になりますよね。 えー、5月3日の投資相談の動画を拝見させていただき、腑に落ちない気持ちになりまして、メールさせていただきましたと。タンポブさんの内容で、今損切りすれば300万円残ると書いてありましたよね。なんで今すぐに損切りしないのか、腑に落ちません。なんで今すぐ損切りしないのか、腑に落ちません。マイナス1200万円だからですか。戦略はさてき、うき次の4つのに分けて考えれば、 1.300万円を今すぐ残す。二、3 0 0万円がさらに目減りしてしまう。三、3 0 0万円が増える。傷口が縮まる。4. このまま大た変化が起こらず時間だけが経つ。えー、年齢、生活環境から見て脇目も振らず一だと思う。300万円、えー、残しておけばまだエリアの教が効くと思う。ということですね。 まあ、ご主人いらっしゃらないシングルの女性ということで、えーね、収入もあまり多くないということでした。ねタンポポさんが為替に未練が湧いているかもしれませんが、為替はタンポポさんに別に未練もなければ同情もしません。あっという間の出来事で早い段階に損切りできなかっただけですよね。バカなことをしたと書いてありましたが、本当にバカなことなのかがこれからだと思いますよ。何があっても絶対に、 つまり、ね、目減りしちゃうのは排除しなきゃいけないと。それには離脱するしかありませんと。年内と5回の FOMC の会合で全て利上げが見えてる中、かつ日本は利上げなく横ばい。この差開いていく一方ではないでしょうか。誰が円を買うのでしょうか。一旦離れて円高方向に向いたら、また300万円の中から一部の資金で FX でも、あるいは株でも何でもやればいいのではないでしょうか。えー、相場は逃げないって言いますよね。で、だから今とにかく、 残せる金額を確保した方がいいという意見ですよねえ。投資資金が300万円から始められるなんて恵まれていると考えてはどうですか ?1 日数百円から数千円の利益を目標に出直す方がタンポポさんの資金からすると良いのではないでしょうかラジオ屋さんと一緒のこと、難品ポジションを減らしをして、こねくり回す実力や余力があるとは思えないです。FX じゃない私もそうだから。 えー、私は日本株やって、今はやめて、225先もオプションをやっていますが、FX の経験はありません。てか、投資を始めて、1年ちょっとのド素人です。勝手な意見で生意気ってすみません。でも、なぜかあまりにもタンポポさんが可哀想になって、メールさせていただきました。これからも動画を配信を楽しみに、動画を楽しみにしています。50代男性の方、ありがとうございます。あのー、確かにそうなんですよね。 で、えー、っと、切らなきゃいけないときは切らなきゃいけないし、で、タンポポさんからは、何の音沙汰もございません。<laughs> なので、えー、どうなったかさっぱりわかりません。はい。で、まあ、FOMC あったからね、その前に切られたかもわからないし、ちょっとわからないんだけど、ね、どうなったんだろうね。えー、まあ、こうやって、あの、夜取りとかで取り上げたときに、すぐに、こう、ありがとうございました、みたいな、 え、メールが来たり、あとはその後でこうしましたよってメールをいただける場合は結構多いんですけど、中には全くそのままあの音沙汰がなくって、結局どうなったんだめなーで終われる方もいらっしゃるんですよね。今のところタンポポさんはそんな感じでして、わからないんだけど、ね、ただね、僕がその、えー、っと、すぐ損切りって言わなかったのは、やっぱりなんて言えばな、そのタンポポさんがパニック的な感じだったからなんですよ。 で、大体そうなんですけど、えっ、ー、と、トレーダーがパニック的な感じの時っていうのは、大体ピークなんだよね。で、例えばこれ、チャートで言うと、一番最近みんながパニックになったのは、ここですよね。えー、日銀の黒田さんが、えー、円安で何でもねえやって言って、えー、日本はこれから毎日差しのべやったぜ、と。 えー、それで絶対金利上げねえからなって宣言した。この、えー、28日ですよ。この日131の2まで行った。このあたりで、まあ何をみんなやってるかといえば、そ売りを損切って、で、えー、買ってるんですよ。多分。ここで売りを損切って買った人有名なあの、えっ、ー、と、YouTuber、ある程度有名な YouTube の方でもね、ここで損切りましなかたけど、ここで買ったって言った人いましたよね。 え、売ってて、マイナスが大きくなっていくと、ここで買いましたって。その後どうしたかわかんないんだけど、え、詳しくはわかんないんだけど、そちらちらっと、み、み、耳に、小耳に挟みました。<laughs> ここで買っちゃったって。買っちゃったんだよね。下がってるじゃん。あと、こういうとこもあって。で、ここで買ったら、天井で、土天井で買ってるわけだよね。だからね、やっぱりこう、えっ、ー、と、みんながね、パニックになってる時、 これは大変だ大変だって言ってる時は、一番高い時のことが本当に多いんだよね。で、こういう時って自慢のメールも来るんだよね。で、買って持っててもっちゃ儲かってると。お前売ってんだろ馬鹿じゃねえっていうメールが来るんだよ。で、早く切らないと知らないよって。俺はこれからもガンガン買っていくぜ。みたいなメールが来るんだよ。えー、ガンガン買って儲かってますかね <laughs> こっから <laughs>。いや、下がったところで買えばなんとかなるけどね。こっからガンガン買っても上がらないじゃん。っていう話でね。 だから、僕が、えっと、この、タンポポさんのメールに関して、そんなに早く、速攻で、切らなきゃいけないとか言わなかった理由っていうのは、えー、多分、パニクっている感じだったから、そこはちょっと、えー、一回ね、ね、クッション置いてというか、えー、ちょっと、間を置いてね、それから、あの、損切りとか、えー、いろいろ考えてもらった方がいいのかなと思った、っていうことはあったんですよね。それが大体、常なんでね。 で、今、まあ僕は、えっと、ある程度チャートリーディングをして、で、状況も把握してるんですけど、奴隷残り冷やしね、横ばいがしばらく続くと思うんだよね。まあ上下変動多少あると思うんだけど、130を挟んでの上下変動がしばらく続くと僕は思っているんですよ。で、えー、まあ続く。で、その中で何かが起こってくると、えー、ドル安円高もあり得るし、えー、円安、ドル高円安もあり得るし、どっちかに売れる日もあるんですけど、 あると思うんですけど、あんまりもうね、ブレ幅ーーが大きくならないと思ってるんですよ。特に上には。っていうのはもうこれ全部織り込んでるから。で、この後だから、FMC ごとに0.5,0.5ってやるのを折り込んでるんですよ、もうすでに。やるって言ってるから。 で、折り込んでるんですよ。で、普通それで本当に利が上がり始めると、えー、金利上げ始めると今度はドル円は下がるっていう性質があるんですよ。金利上昇局面だよね。ただ今年の金利は上昇は幅がでかいし、会社もで、多いんで、まだ上がっていくかもしれないけど、さすがにもうね、折り込んでるんでね,ね、これ以上っていうのはなか、ない。で、その証拠に、えー、さっきも言いましたけど、え、FOMC があった段階で上がってないじゃないですか。 FOMC0.5 上がったんだったらもっと上がんなきゃいけないんだけど0.5上がればじゃあ金利がね3.5になるかね、えー、3.5になってもっと上がるかって言ったら金利3%ぐらいのままで0.5上がってないんですよ3.5にはなってないんですよこれなんでかって折り込んでるからなんですよね実質金利はすでにえー、ということでこの後0.5上がっても実質金利が0.5そこで上がるわけじゃないですよねだからそんな風なんでねえー、まあパニクらないで えー、落ち着いて、あの、ゆっくり丁寧に、えー、粘り強くやってた方がいいというのは僕の考え方です。えー、確かに僕は資金を、えっ、ー、と、切り離しているから冷静でいられるし、今日もどっかの動画で言ったけど、どうしようもなくなったら、大蔵省に交渉して <laughs>。あと500万円とか、1000万円ぐらいは貸してもらえると思うんだよね。まだ交渉してないけど。<laughs> ダメって言われるかもしれないけどね。大蔵省。大蔵省がいるんで。 ね、ラジオパさん <laughs> に、すいません。今回ちょっとすいません。<laughs> やばいんで、お願いできませんかって言えば、ね、えー、なんとかなるかもしれないっていう。わ <laughs> からんけどね。まだ言ってない。言ってない。まだ、まだ言うところまで来てないから、まあなんとかね、えー、自分の投資資金の中でやりたいんだけど。だからそこまで、まあ僕の場合は、まだ、あの、手はあるので、その意味で結構僕は落ち着いてる。 うーところがあるから、それは確かにね、だからたまに言うけど、僕が切らないからといって、えっ、ー、と、切らないのが正解ではないって僕よく言うんだけどね。えー、ちゃんと自分で考えてほしい言うんですけど、だから悪影響になっちゃいけないんでね。ただまあ今まで僕も、あの、いろいろずっとやってきたけど、どんな時もね、どんな時もね、<laughs> どんな時も、切らない、切って、えー、良かったと思ったことはほぼない。 えー、切らなければよかった。結局切らなくてよかったじゃねえか。って思うことがほぼほぼ100%だったから、えー、だから今回も切ってないでしょ。で、何回切ったかわかんないでしょ。で切るたびに、後で戻るんだよ。で、その時は切る時は、もうこの、例えば、この円高ドル安じゃないや、円安ドル高、これよく間違えるんだけどね。円安ドル高は、えー、円安ドル高はもう止まらないと。まあ、みんなが言ってるわけよ。 で、この円安ドル高止まらないと。500円まで行ってもおかしくないと言ってるんですけど、まあ、いつもそうなんですよ。円高が進む時も、この円高は止まらない50円まで行くと言われるんだよね。で、今度は円安が始まると、この円安は止まらない。だってこうだからこうだから。これもう150円200円行ってもおかしくないって言うんですよ。で、本当にそうかもしれないんですけど、まあ、なかなかね。 そうなったことがなくって、えー、そういう極端な話が出てきたところが、大体ピークだったり、ボトムだったりすることが多いんでね。経験則的にね。なので、僕はタンポポさんにも慌てて切らなくてもいいんじゃないかと、えー、丁寧に対応してもいいんじゃないかって申し上げていたんですけどね。ただ、こういう考え方もあると思いますね。はい。だけど、まあ、こういう感覚で、僕は今まで、 切る時もありました。もうこんだけは残せるから今切ればね。切ろって切っちゃって、だけどその後、その切った直後ぐらいから、えー、例えば今なんかでね、言えば、もう、もうダメだって切るじゃないその次の日に、なんか突然、嘘みたいな円高材料が出てきて、で、急に円高に触れ始めて、今度は円高どこまで行くでしょうねみたいな。100円まで行くんじゃないかみたいな話に急に変わっていくってことを、 何回経験したか分からないんですよ。なんで <laughs> なんでね。今のムードは僕は信じないんですね。僕の相場格言に疑って、疑って、疑って、疑えっていう、ガーン、っていうのはあるんですけど、ね、それでやっぱりね、今もだから僕はいや、今日も、うんと、例えば、あの、モーニングサテライトとか僕見るけどね、 毎日見れないけど、よく、できるだけ見るようにしてるんですけど、そこで為替の、ほら、あの、あ、だから僕はあの、情報は、モーニングサテライトとか、あと、ウェブのニュースとか、あとは、えっと、カブタンとか、あとは、ラジオ日経聞くときもあるし、まあ、ちょっとつまんないとも多いから、あんまり聞かないともあるけどね、ラジオ日経とか、あとはね、えっと、なんだっけ、えっと、 二時半ぐらいから今始まるようになった。いや、パぱパー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 パパパパって音楽の。なんてやつだっけあるじゃないあれもちょっと面白くなくなっちゃったからね。あんまり聞かないけど、これ面白いなぁと思うのは聞くようにしてるし、まあ YouTube の他の方の動画もたまには見るようにしてるんですけどね。まあでも全部疑ってんじゃ僕。もう全部疑います。 で、ニュースにしても何にしてもね、ねアメリカはどんどん上げ、利上げしていくっていう方針についても、本当かなーって全部会議的に見るんですよ。本当にこのまま上がり続けるんかなーって。で、株が下がったら本当に下がり続けるんかなー。えー、で、ドル円が上がれば本当にかな上がるんかな全部疑うんですよね。っていうのは今まで、えー、そうやって信じて何回も失敗してきたからです。だ今の風潮を信じれば、即刻切って会に転じるべきですよ。 ね、だって150円まで上がるんでしょね、どんどん上がるんでしょ止まらないでしょえ、奴だったら、全部切って、売りを切って、買えばいい。ですよね。で、それ僕も、確信があれば言う。し、自分もやるで。なんでやらないか。確信がないからですね。こんなに上がって、ここからさらに、えー、5円も10円も上がるとは思えないんだよ。だってもう、ドルの買い物資もパンパンだぜ。<laughs> パンパンだぜ。<laughs> パンパンだぜ。 ね。で、買って買って買いまくって、まあ、トレーダーってそうなんだけど、で、ある程度まで行ったところでひっくり返してくんですよ。今度は。音声の、あの、あれをね、あれなんて言うのコマ <laughs> をひっくり返すみたいに、黒,黒黒黒黒で真っ黒じゃんと思ったら、今度、一箇所から白ってなって、白白白白白,白ってくるこうなっていくの。そうするとね、今まで黒黒だったものが白白になって、で、いきなり景色が変わって、 で、みんなが言うことを今度は全く逆のことを言い始めるってことを何回経験したかわからないんだよね。だから何にも信じない。だから逆に言えばこのまま行っちゃうかもしれないんだよ。で、上にもっと行って135とか140なんて、チャートで見たら簡単に行ける距離にあるわけですよ。えー、なんですけど、僕はまあ、えー、経験則からして、こんだけ一歩一方向に行ったら逆の動きが出やすいから、まあそれを待っていった方がいいんじゃないかと。 えでも来ないかもしれない。だから、それはもうね、えー、確実ってことはどこにもないんで、相場の世界はね。まあ、それも覚悟の上で、えー、でも、パニックの中で判断するのは良くないんじゃないかなって僕は思ったっていうことですね。でもまあ、この、えー、50代男さんのね、えー、この、こんだけメールをね、書いてくれたこのエネルギー、えー、そしてこの思いやりね、えー、その担保さんに思いやりの気持ちね、 もうこんなラジオアジの言うことなんか聞いてちゃいけない、失敗するよ。早くその今、えー、ね、残せるお金だけ残した方がいいよっていうね。このメッセージにはすごい、ま、あ愛がこもってる。愛がこもってるよね。思いがこもってるんで、えー、紹介させていただきました。1しかないだろうっていうね。えー、そういう気持ちでね、書いてくれてるんですけど。それも1意見なんだよね。 で、僕の意見もあるかもしれないけど、こういう意見もあるからね。やっぱ最終的にはね、自分の懐具合だったり、許容範囲、許容許容度だったり、リスク許容度だったりを考えて判断するしかないんでね。で、僕なんかはもう今年1年かけて、えー、あるいは来年に入るかもしれない。来年にく、えー、入ってもまだ、えー、もう1年になりますけどね、なんてやってるかもしれないぐらいの、そんなトレードやってもいいと思ってんだよね。切るよりは。 で、でも最終的にそんなことやってると、えー、最終的に1000万円切ることになりました。えー、皆さん本当にお、お恥ずかしいけど、早く切ればよかったんだけど、こんなことになっちゃいました。ね。えー、で、まあその時には僕は引退するかもる、ね、<laughs> もう1000万円損切りやからもう自分の投資資金もないし、まあ引退しますみたいなことになるかもしれないですね。1年後とかにね。だからそんなのをね、やっぱり、そんなことをかけてやっていかなきゃいけない世界なんですよね。 もう何があるかわからないから。で、そういうことになることも想定しながらやっていくしかないんですよで。僕なんかそこまでのやっぱり、なんていうかな、覚悟もあるし、そうなるかもしれないと思ってるし、それでもまあしょうがないと思ってるんだよね。うん。だからそのあたりをまたもう一回今日はね、えー、お話しましたけど、タンポポさんまだもし見てたらね、えー、この今の今日の50代男さん、 の意見もね、参考に最終的に、も判断されてるかもしれないけどね、判断をしていってくださいね。僕だけの意見ではなく、で、最終的にはご自身が決めることなんでね。えー、まあよく相談受けるんですよ。まだ大丈夫ですか戻りますかねってわからないんですよ。だから僕、あの、どれだけ相談を受けてもね、えー、ここで切るのが適切かどうかって言われても、僕は分からないとしか答えられないんでね。本当にわからないからね。ただからまあえー、僕自身は、 え、チャートリーディングをして、え、金管理もして、え、そして、え、いろいろやりながら、え、まだいけると僕は思っているんですよね。でも今現在、600万かのマイナスなんですよね。えっ、ー、と、今この段階ではいくらですかね少し減ってる。500でも80とか90とかじゃないのと、それぐらいのマイナスが多分出てると思うんですけどね。 で、これ今、マイナスの金額僕パッと言えないんだけど、これはね、まあ、まあ、あんまり今見てもしょうがないんで、えー、あんまり見てないし、一生懸命。あの、今は、なんていうかな、横ばい棄だから、突飛高がすれば売ればいいし、安くなったらまた安くなったりなんかできるんだけど、今はできるだけポジションを減らして、えー、次の動きに備える時期なんでね。そう、580です、今ね。うん、581万680円の、 580 58だよ。580ですよ。家が買えるよ。<laughs> 家が買えるよ。家が買えるんだよね。家が買える。ね。家が買えるような金額のマイナスが出てる。でもまあ僕的にはね、まあ今のまあ一時的なマイナスでしょって思ってるし、で、これはこの後どうなるかわかんないよねって思ってんだよね。えー まあ、そんな感じで僕はやってるけど、ね、最後どうなるかわかりません。えー、その時にね、みんなに笑われて、えー、みんなが切ればいいって言ってたのに、切らないからこんなことになったじゃんって言われる可能性が十分にありますよ。うん。それも覚悟の上ですね。まあ、だからそれと同時に今回、えっ、ー、と、こんなんじゃダメだから、やっぱりソフトウェアを作って、 え、その、トレーディングをね、もっと緻密にやらなきゃいけないっていうのも考えてる。やっぱり大雑把だったなと思ってるんですよね。で、えー、だから今回脱出できるかどうかわからないけど、えー、多少資金が残って、さらにできる状態になれば、今はまあ捕まっちゃってるはできないけど、えー、なれば、えー、ちょっとこの新しいね、えー、もっとやり方を考えていきたいとも思ってるんでね。そうなれればいいなと思ってる。えー、そんなふうに思ってますけどね。高根つかみさんから。 高根つかみさん <laughs> 名前だから、高根つかみさんだよね。高根つかみさんからメール来てますね。ラジオアイさん、はじめまして。ああ、ということで、えー、50代男さん、ありがとうございました。えタンポポさん、参考にしてくださいね。えー、高根つかみさん。ラジオアイさん、はじめまして、私はあまり勉強せずに、えー、昨年から少しずつ投資を始めたダメな初心者です。えー、今年3月頃、ラジオアイさんの YouTube を見つけ、えー、毎日拝見しております。ありがとうございます。 ね。えー、私が、最近またちょっと登録をしてくれる人が増えたんでね。えー、私が、えー、まあこれ YouTube のアルゴリズムのせいだと思うけどね。私が投資を始めたきっかけは、仕事は本当に嫌になったからです。なるほど。損保会社で何十年も勤務してきました。趣味は貯蓄です。浅い知識で大型株とか購入して、仕事で疲れて相場を確認しないでいたら、マイナスが拡大。 確証もないのに、いつか上がるだろうとご気楽でいたら、えー、気をつけば600万円のマイナス、ファーストリテイリングだけでマイナス300万円超、損切りできないよ損切りできないような状態になりました。毎日多くの車の事故対応、お金がかかるため、勝、え、手、ー、な言い,、えー、い,い分を、えー、通そうとする人たちに比例し、損害保険の会社大変なんだね えー、仕事量が多いため、毎日疲労困憊で、えー、このままでは心身ともに病んでしまうと、えー、退職を決意。次の当てもないのに、えー、年末、昨年末で会社を辞めました。ああ、限界だったんだね。真剣に株の勉強を始めた、今年1月、株が暴落し始め。まあ、2月には戻るでしょう。なんて思っていたら、浮く、情勢で、不穏な相場になり、えー、持ち株の損失は半導体含め1200万円。 1200万円でかいね。先が見えず恐ろしくなった私は2月に全部損切り、全部損切りをして辛い仕事で貯めた何年間分の、えー、貯蓄が一瞬でなくなったことに、えー、呆然としました。まあこれがね、えー、年間、1年で200万ずつ貯めて6年。 100年、100万円ずつ貯めて12年。まあ、何年間分って書いてあるから、すごい働いて、もしかして1年に200万ぐらい、えー、節約して貯金したのかなが、一瞬でな、えー、くなった。ことに呆然としました。これがね、投資の怖さなんだよね。貯めといても増えないよーって言われて、始まっ、始めたら全部なくなるっていうね。えー、無職の上に住宅ローンがあり、1200万円失ってしまった私は、 友人からの誘いをすべて断り部屋に引きこもり、株を始めたことを後悔し続けたんです。まあこれわかる気持ちが。もう本当に落ち込んじゃったんだよね。えー、わかります。1200万円あったらローンに当てられたのにとか、えー、ずっとこう後悔し続けたっていうね。これね皆さん本当に、あのー、他人事じゃないでしょう。こういうふうになりますからね、トレードはね。本当に、えー、本当に気をつけてっていうか、本当にやらない方がいいっていう。<laughs> <laughs> 本当にやらない方がいいんだよね。3月に入り、野、え、菜、ー、知識で株を始めた私が悪いのだと気を取り直して猛勉強を開始、えー。ノートに毎日、今日もコツコツ頑張ると目標を掲げ、取引したい銘柄情報、全体の流れの予想と結果、取引内容の成果と反省を書き続け、4月末に200万円ちょっと戻しました。よかったー。<music> えーね。 え、ある程度プラスになると利確してしまうため、その後上昇して、え、理が早すぎたと反省することは多いですと。今の目標は、あと1000万円を、え、戻すことと、株でずっと生活ができる自信をつけることですが、再現性を高める必要があり、まだまだ先のようです。え、近道はないし、油断したり無理をすると損失が出てしまうので、 毎日勉強し、知識と練習を積み重ねていくしかないと思っています。毎日動画楽しみにしています。健康が第一です。無理なさらずに。投資相談や目標額1000万円の途中経過と、またメールさせていただきます。どうぞよろしくということで、高根つかみさんからね、えー、メールいただきました。ありがとうございます。高根さん。うん、まあね、あの、なんて言ったらいいんだろうな。えー、っとね、 株の勉強はもちろん役に立つんですよ。ただなんて言うかね、えー、例えて言えば、えっと、テニスって、えー、コートがサンフェイス、サン、サーフェイスって表面が3種類あるのご存知でしょうかテニス。えー、っと、芝とクレーと、えー、ハードなんだよね。 で、テニスの試合。まあ、西堀選手とか今ちょっと怪我でね、休んでますけど、えー、そういう選手たちがいるテニスは3サーフェイスあるんだよね。サーフェイスが3種類ある。で、当然のことながら、えー、ハードコートと、それから、えー、芝生のコートと、芝のコートと、えー、クレイ、土のコートでは、ボールの弾み方から何から全然違うんだよね。 で、それぞれ、えー、その全然違うところで、それぞれの、特徴をつかんで、えー、やっていかなきゃいけないんで、だから、クレーだったら、ナダルが強いとか、えー、芝は、えー、フェデラーが強いとか、ハードは、ジョコビッチが強いとか、絶対あるわけよ。で、えー、その要するに一番自分に合うサーフェス、表面の、があって、それどれを一番マスターできてるかによって変わってくるわけですよね。で、カーブとか相場もね、 そのサービスが変わるんだよね。だからその、同じように全体が動いている中で、えっ、ー、と、練習していって、う、え、ま、ー、くなれるものであればいいんだけど、サービスが変わると弾みが全然違う。で、それがね、えっ、ー、と、まあ、テニスの、その、芝とクレーとハードの差以上にめっちゃくちゃ変わるんですよ。で、今もだから、すごい相場が乱攻撃したり、円安がめっちゃ進んだりとかしてるじゃないですか。 でこんな相場はないよねなかったよねみたいな。22年ぶりの利上げを FRB がやるみたいな。で、20何年ぶりの円安が進むみたいな。それはなかなかないような相場展開がいきなり来るんですよね。そうするとね、サーフェスが変わっちゃうから、今までのショットが思ったとりに飛んでいかない。えー、今までのようにレシーブ受けしても、えー、それがちゃんと返せない。っていう風になる <laughs> だからね、それも含めて練習していかなくちゃいけないから、本当に、そのトレードで飯が食えるようになるっていう目標っていうのは、本当にね、遠いんだよね、えー。大変ですよ。で、まあ、いろんなスタイルもあるからね。僕がやってみて、一番飯が食えるのに近いなぁと思ったのは、5分チャートを使ったスキャルピングでした。 で、これを繰り返すことによって、これをマスター完全にすれば、これで多分飯食えるんじゃねえかなと思った。思ったけど、うんと、朝から晩までずーっとチャート5分チャート見ながら、ずっと売ったかった、売ったかったってやってるだけの人生になっちゃうんだよ。で、それは、それは、そんなために、えー、生まれてきたのかなと。 思っちゃうわけだよね。で、まだ、こうやって、これ、まあ僕も今も朝から晩まで、まあ投資のことやってるわけですよ。で、相場の話をして。だけど、まあ自分が一人で5分チャート見て売ったかったってやってるよりは、こうやって皆さんに、えー、相場危ないですよとかね。こういうふうにすれば少しは良くなりますよみたいなことを情報を提供できてる方が、僕的には納得できるわけですよ。僕的にはね。だから、 この方がまだ社会貢献にもなるし、みたいな。で、納得感があるわけ。だから自分一人でやってて、納得感がないどころか、これ、なんか、アルプスの少女、敗人じゃねと思って。本当に。アルプスの少女、敗人じゃんと思って。これではね、もう、なんか、社会的な価値がないよ、みたいな感じになっちゃって。で、僕は耐えられなかったんですよね。でもそれが一番、多分、プロトレーターとしては近かったかなと思うんだよね。 まあ、その、いろいろなやり方があると思って、今だから、えー、高値つかみさんは、えー、株の、日本株のデイトレードがうまくいってるみたいですよね。で、こういう感覚って大事なんだよね。これだといけるっていう。ただ、これもね、えー、サーフェイスが変わってくるから、またそれが通用しなくなったりするんでね。えー、まあ、頑張ってやってほしいなと思うんだけどね。えー、本当になかなか大変だと思います。えー、ひょっとしたら、えー、お仕事の方が、 楽って思う日も、前のね、その、えー、長時間労働の、要するにさ、あの、どんだけこう仕事で嫌な思いをしても、えー、ちゃんと仕事を支えすれば、お給料が入るわけですよ。だけど、相場はいくら頑張っても、儲かるとは限らず、頑張ってるのにマイナスが出ちゃうってことはよくあるわけですよ。で、これは普通の仕事との一番大きな差でして、いくら頑張っても捉えちゃう。 っていうことがあるんですよ。努力しているのにマイナスになっちゃう。ここが一番辛いところなんですよね。だけど、まあ、頑張って、えー、マスターしていただければと思います。何か方法があるかもしれない。非常にこう、針の穴をくぐるような、えー、大変な、えー、修行だと思いますけどね。あたりさん、高値つかみさん頑張ってください。またメールお待ちしてます。ありがとうございました。あたりさん。 いつも配信ありがとうございます。えー、昨年の11月に現物の個別株から投資を始めたもののうまくいかず、現物の日経レバーやダブのー売り買いにシフトし、だいぶ稼げるようになったものの、今この値段で買いたい売りたいと思っても、順番待ちが長く役場ならずイライラすることが多いので、今年の1月からボタンをポンで売り買いできる CFD デビューを渡しました。 あの、やっぱり板があるからね。えー、ま、あその板のところで並んでるとなかなか順番来ないってありますね。えー、成り行きだったらいけるけど、不利だし、みたいなね。えー、日本株の場合はね。えー、1月から3月15日くらいまでの間に100万円ほど稼ぐことができ、案の定すっかり調子に乗りました。そうなんだよね。儲かるとまたあかんのだよね。儲かった時こそ危ないんだよね。<laughs> 15日の夜に捕まり、それでも難品していけば大丈夫という余裕をかましていたら、あれをあれをそこから天井まで首を引っ張られ、ついにマックスに達した日は私の誕生日でした。何も知らない家族と焼肉屋さんで食事をして祝ってもらっている間も、最中も生きては心地がしませんでした。これがね。嫌だよねで。僕もそういうことよくあったけど、今は、何、えー、とも思わないです。<laughs> 思ってもしょうがないから土日はもうね、えー、相場のことはもう、 忘れちゃうようにしてるんだよね。そこは持ってもしょうがないからね。で、方針だけは決めておくんだよ。で、こうしたらこうする、こうしたらこうするってね。今もだから、あの、どれのトレードで言えば、今日もちょっとポジ減らしたんですけど、ポジをできるだけ減らしておいて、えー、でっかく上がったらなるべくでっかく売ると。えー、ただまあ、それもね、貫けない場合もあって、ああ、今こうなったらここはもうちょっと一回売ってみようかみたいなことあるけど、大体失敗するんだよね、最近ね。 まあでもそれは、えー、一生懸命やるしかないんだけど、えー、土日は忘れちゃうね <laughs> で。こういうことあったね。今も、まあ、今も、そこに思いを馳せればね、うーっと思うけどね。思い馳せないようにしてるんだけどね。だって考えてもしょうがないじゃないですか。焼肉屋さんで、えー、トレードのこと考えても。だからまあ、えー、僕はこういう時は、えー、切り離します。完全に。なんとかプラマイゼロまで持ってきたかったのですが、ゴールデンウィーク前にこれ以上は無理と。 精神的に無理と判断し、一時はマイナス300万円を超えていたところから、150万円ほどのマイナスになったところで切りましたと。えー、結局、11月に株を始めてからは、プラマイゼロとなりました。当初は打ち込みましたが、でもプラマイゼロだったらいいじゃん <laughs> 毎日買ったり売ったり、どうだばバタバタバタせず、ちゃんと待つこと、身の丈に合ったロット数を管理すること、相場がいかに恐ろしいものか、えー、身に染みて体験することは、経験することはでき、 え、またチャレンジできることに感謝をしておりますと。ラジオイさんが普段から繰り返しおっしゃってくれていることは耳に入ってはいても、痛い目を実際に経験しないと凡人は深く理解することはできないんだなぁと思いました。えー、これからは月にいくらなどの目標など絶対に持たず、臆病,臆病に臆病に待ち続けるトレードに徹していきます。 えー、ドラのことは本当にあっただしい、微力ながらブログなどに、こんな政策を放置する政党は、選挙でノーだーと書き継ぎると思っています。ありがとうございます。本当、皆さん心配してくださるんだけど、僕は大丈夫なんて本当に。ありがとうございます。でも僕は大丈夫なんでね。もう何回修羅場くぐってきたかわからないし、えー、まあどうなるかまだわからないんだけど、なんとかするから。<laughs> 最終はねおお、多額の損切りになるかもしれないけどね。一日も早くこの狂った状態収まりますよ。祈りまくります。ありがとうございます、た。あたりさん。ね、みんな優しい人も多いよね、えー。僕のマイナスまでみんなが心配してくれるのがね、嬉しいんだけど。まあでもね、僕の自業自得なんでね。はい。えー、まあだから本当に怖かったって話ですよね。ね、あの、本当に生きた心地がしないっていうね。 この感覚をね、皆さん味わうと思うんだけど、えー、で、まあ、だから僕は生きた心地は、あがしない感覚は、もう、味わわないようにしました。もういや、もういいって。で、えー、相場見ない時もあります。方針だけ決めてね、差し入だけ置いて見ないとかね。方針だけ決めて、あと気にしないとかね。 そんな感じですね。まあでも今回も、うんと、まあ大体僕的にはね、200万ぐらいのマイナスから嫌なんだよ。んで、300はもっと嫌だし、400もっと嫌だし、500万は、まあ、とヒャーですよ。ドヒャーですよ、500万はね。ただ、まあ600万とか来た時に、まあこれしょうがないなと。んで、まあこうなったら、まあもっと持つけど、これは最終多額の寸切りになるかもしれないと。 その前に、まあ、下手したら、一回大倉省にお願いするかもしれない。それも考えながら、できるだけ損切りは避けながら、やっていきたいけど、上下変動があまりにもないがゆえに、今もね、揉み合ってるだけだから、上下変動がないと、ポジションの振り落としができないんだよね。えー、このパターンだと、結構厳しいやと。ここでじりじりと上げられていったら、もう終わるな、というのは分かってるんですよね。えー、だから、まあ、そのあたりね、覚悟決めてやってるんですけど、まあ、 ねえ。まあ、早く切った方がいいかもしれないけど、これも、いつも思いますよ。切って買えばいいじゃん。<laughs> いや、無理だ。<laughs> みたいな感じですね。買って上がるのこれ。っていうね。本当に150円まで上がるって保証があれば買うけどさ。<laughs> 当たり前だよね。これがなかなかねー。えー、ねえ。あたりさん、えー、頑張って、えー、いきましょう。まだマイナス幅ないからね、えー。あの、プラマイゼロってことでしょ 全然大丈夫ですよ。全然大丈夫。えー、もう一回スタート切っていきましょう。はい。か、やめましょう。やめましょう。やめましょうか。<laughs> やめるのはね、一案なんだよね。和ず夫さん。あたりさんありがとうございました。ラジオさんはいつも楽しく拝見させていただいてます。3回目の投稿です。投資はかなり長く順張りでやってきましたが、半年ほど前から、 ラジオ様の逆張りを参考に、難品階層的にトレードを続けています。ね。階層が大事だよね。わかめ昆布、ね。階層。階 <laughs> 層上にこう、ね。わかめ的な、昆布的なポジションを作っていく。ね。えー、米国30に狙いを定め、1月中旬からの下旬の,から下旬の下げ、および2月中旬から下旬の下げに、 階層的難品いで対応し、いずれも 25MA を少し突破したところで利益確定できており、今のところうまく成功していますと。えー、今年、今回今年で第3波とも言える下げが4月22日から来ていますと。えー、これを今のところ同様に階層的難品で対応していますが、今はまだ含み損が出ています。平均買い立て単価約33,500ドルで、トータル90ロットでかいね。 え、現時点で45万円ほどの含み損です。この先さらに難品で対応しようと思っているんですが、米国産地がどのように推移するか気になりますと。えー、JP モルガンからは、今は投資家が弱気になりすぎていて、近い将来株価は戻ると言っていますが、えー、JP モルガンね。一方、ニュージーランド中銀総裁からは、世界的なリセッションの可能性が排除できないという発言が出ています。つまり世界的な景気交代が見込まれるという意見もあると。 難品で買い向かう決意をしていますが、このままずっと下がり、下がっていくとまずいなとも思います。米国30本先どうなっていくと想定されますかご意見をいただけると助かります。動画配信楽しみにしてます。和木さん、上がると思います。あの、米国30の場合はね。で、まあ、あの、下がる場合もあるでしょうけど、下がったら買いでいいと思います。まあ、あの、これがもうダメならもうダメです。<laughs> でもこれがもうダメならダメですってね。 えー、もうだからもう、ニューヨークダウが上がらなかったら、もう株やめるしかないと思うんだよね。だって、稼げるとか何もないもん。ニューヨークダウぐらいでしょ、だって、下がったら必ず上がるって言い切れるのはで。これもね、ここでもちゃんと上がったじゃん。今上がれてないけどね。まあこれまだ月曜日にもう一回下がる感じのチャートなんですけどね。今ここで見てる限りはね。でもまあこういう安いところ、できるだけ25からもうからも離れた場所で買っとけば、大抵大丈夫。 だから、離れが、いかに離すかが大事なんだよね。本当はね、これ日経平均みたいに帰り、ダンパーとかやりたいですけど、まあそこまで分析はね、進められないんで、これからやるけれども、やるつもりでいるけれども、えー、そんな感じでね、分析進めたいと思ってますけどね。で、ね、ちゃんと、えー、米国産省にもね、買い売りのパネルを作ってさ、シグナル出したらみんなの参考になるじゃない。それはやりたいと思ってるんですけどね。 まあ、そんなも参考にまたやっていってほしいと思いますけど、まあ、多分上がると思います。日経平均よりは上がる確率が高いと僕は思っています。はい。そんなふうに思います。最後のメールかな ?MF さん、はじめましていつも動画を楽しく拝見させていただいております。投資初心者です。えー、数年後に使う予定の子供の留学資金を日本円のまま預金しておくのがいいのか、 使い道が海外,外留学ということもあり、円安対策として運用しようか悩んでいます。えー、口座を証券口座に入れて、えー、資金を。えー、S&P500 の VOO の、えー、えー、疫学ショックの時のレベルの3万ドルで差し入れをしておけば、下がるリスクは最小限に抑えられるかと思ったのですが、本日の動画で、えー、証券口座から資金を抜くように言われておりました。あ、これ甘いでしょうかよろしく。ということで、MF さん。なんですけどね。 まあ今日は、あの、資金を抜きましょうって言ってたのは、相場が荒いから、荒い値動きだから、あの、できるだけ資金を抜いて、現金ポジションを多くして、対応するべき今がそういう相場だということでして、必ずしもえ全面的にね、撤退しましょうみたいな感じではないんですけど、今は、あ,あまり積極的にできないよっていう話でえ申し上げました。で、僕の意見なんですけど、えっと えー、海外留学で円安ってことですけど、今が円安はだけなんで、えー、で、今20年ぶりの円安なんで、えー、まあ、円高円安はまあいろいろ変わってきますけれども、この円安はずっと続くかっていうのはわからないんで、えー、僕は、えー、日本円の価値を、えー、そのままできるだけ維持されるのがいいと思います。で、えー、この VOO の えー、3万ドルが、えー、疫学ショックの底なんですかね。ここまでは多分今の段階からは下がらないんで、そこに差し値をしておいても引っかからないと思います。多分。そこに差し値をしておいても、もう SP がそこまで下げることはないと思います。えー、なんでもうちょっと高いところで買わないと、買えないと思う。えー、だけど、まあ S&P500 だったら、 まあ安いところで買えれば、まあまあ大丈夫だと思うんで、やっていただいてもいいんですけど、まあ、えー、よっぽど安いところで買わなきゃいけなくて、まぁ、あ、ちょっとその VOO がね、えー、どんなチャートかわからないけど、まあ S&P と一緒に動いてるチャートだと思うんで、えー、で、言えば、こんな感じで動いてるわけですよね。で、えー、例えばここで買った場合、ここでてじまうと、 そですよね。で、ここが、その疫学の時の最安値なんですけどね。今、ここなんで、ここまで下がることはまずないんで、ここで、ここに親しねを置いても、えー、多分、薬上はしないんですよね。で、今、結構下げてるんで、買うんだったら今かもしれないぐらい下げてるんでしょう。で、これが、トレンドが下落方向に来ることっていうのは、S&P なんかまずないんですけど、まずないんですけど、絶対とは言えないんで、それから考えると、 えー、まあ、投資というのはですね、えー、常にリスクがありますまあ、アメリカ株の SP500 にね、今この安いところで投資するっていうのは、今、今ね、今買いなんですよ。<laughs> 今買い時なんですよ。それを、まあ、こっから買い始めて、で、えー、まあ、例えば、1000、1000ドル、1000ポイント、4000で買ったら次は、えー、3000で買うみたいな感じで難品しながら、 えー、買いを進めていくんだと。まあ、3000円厄上しないかもわからないけどね。4000、えー、3500みたいな感じで買っていって、しばらく持っておくっていうのは、あの、いいと思いますけどね。えー、だけどまあ、減らさないように頑張った、えー、結果、えーなくな、なくなっちゃうことは SP500 はないと思うけど、えー、やっぱり目減りすることはあり得るんでね。えー、その意味で投資は投資なんで、 えー、必ず増えるとは限りませんから、えー、投資をするときに必ず増えるんだっていう,う感覚でやるのは良くないのでね。やっぱりチャートを研究したり、いろいろな体験を聞いたりして、えー、特にまああの、証券会社系の人たちはいいことしか言わないから、えー、まあうちはいいことだけ言ってるわけじゃないチャンネルなんでね。 こういうチャンネルの情報を見たり、この夜トレ見たりしてね、皆さんの苦労も見ながらですね、えー、ぜひ判断してほしいんですけど、まあ SP500 は今結構安いところにあるので、運用しても悪くはないと思うんですよ。で、少しずつここで買って、500下がったらまた買う、500下がったらまた買うみたいなことやってれば、だいぶ安いところで買えるとは思うんですけども、けれども、それで絶対に上がって、利が乗るとは限らないので、まあでも SP500、 だったりで運用するのは、まあ一番安全です。えー、一番安全っていうか一番確率が高いです。これでダメならしょうがないです。ぐらいの話なんでね。SP500 に目をつけられたのはいいと思います。え、で、え、でも、えー、その、疫学ショップのところまでは下がらないから、もうちょい高いところに差し根を置いとかないと多分刺さらない。刺し根が役場しないともわかんないけどね。これも。と思うんで。 えー、まあ、そんな安いところに薬、あ上、刷新値置けないかもしれないし、置いといてもね、えー、あまり離れたところでは、刷新値置けない場合があるから、仕組みによってはね。で、えー、それは、厄上しないかもしれないですね。だから、まあ、ね、あまりそういうトレードができるかどうかわからないけど、うん、どういうトレードをしても、えー、目減りしちゃったり、 え、なくなっちゃったりみたいなこともあり得るので、その意味では、えー、ね、ハラハラするしね、精神面にも良くないんですよ。ずっと気にしていかなきゃいけないから、それってストレスって結構なもので、えー、あるので、えー、なんでまあ、僕はね、え、特に留学資金みたいな大事なお金はですね、えー、これは、え、目減り、ちょっと今円安で嫌だなと思われるかもしれないけど、それはまあ、黒ちゃんが悪いんで <laughs>、まあ、是正もされると思うんで、 え、それであんまりね、今の一時的なその円安を見て、無理に、え、運用をしようというふうに考える必要は僕はないと思います。わかりませんよ。やっといたらすごい増えたのにって言われるかもしれないけどね。えー、それは結果わかんないんだけどね。と思いますね。ね買うんだったらまあ今、安いんで、 少しずつ買ってもいいぐらいの安いところに今実は SP あるけれどももっと下がっていっちゃうかもしれない。結局久しぶりにさ、これ結構ダウントレンドなんだね。SP がね。ダウントレンドってないんじゃほとんど。俺はダウントレンドに入りつつあるんだよね。200円目が慣れてきてて。だからちょっとね、えー、今、えー、株式市場も為替相場と同じようにちょっと変なんで、えー、まあこういう時は あまり無闇に投資をせずにですね、現金をしっかり抱えておくってことも重要なんじゃないでしょうかね。夢のない話でごめんね。<laughs> だけど、それが現実だから。っていうことでね。思いました。えー、ということで、1時間20分くらい喋ってまいりました。ちょっとまぁ疲れ顔になってきましたかね。<laughs> ちょっと疲れ。1時間二十分。もうね。 えー、ということで、今日も終わっていきたいと思います。えー、バイバーイ。バイバイ。また来週ですね。さようなら。それじゃね。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、1時間20分、80分スペシャルになりました。ね。えー、連休中休んでたんでね、ちょっと今日は長めにやってまいやってみました。土日にね、ゆっくり、良い週末を過ごしながら、土日にゆっくり、えー、見ていただいてね、皆さんの、えー、いろんなエピソードをね、えー、ご自身の参考にね、 していただければと思います。今日もいろんな意見が飛び交いました。何が正解かがわからないのが投資です、えー。最終判断をするのは自分です。自分しか頼りになりません。頑張りましょう。ラジオエジでした。